本日2024年5月25日、12時11分。これ台風の、今年第1号とされてるもの、今のところ、これは1個の熱帯低気圧が24時間以内に台風になると予想されています。この速報自体は3時間前に速報されたものなので、大体それぐらいの時間帯からの、24時間。だからこのあたりでは、そう大きな、どういったらいいんですかね、風にはなってないと思うんです。で、進路はこういうふうに、今、予想されてますね。だから少し前の進路予想図よりも少し変化はされています。で、先に私が本日アップロードしている、これアップロード中なんですけども、このナンバーとその前の一つに、自分、動画をつなぎ合わせてるものがあるんですけども、これね、普通の人だったら言い出しにくいんですけども、ちゃんと僕の方から言っておきます。5月の22日から、佳子さまが公務でギリシャ行かれるということなんですけども、それに合わせたかのように台風がね、もうすでにもう予想が23日に、インターネット記事とかで出てるんですよ。で、22日の段階でもうコンピューターがそういうふうな判断を出してきて、人間がその情報を読み取って、それを発表してるっていう状況なんですけども、もう少し前からのこの進路図等を見ると、だからこの動画とかでも言ってるんですけども、もともと平成の天皇陛下も、自分から海外に行くことってまずなかったんです。私からの提案で、謝罪という形でフィリピンへの方の謝罪と、あと、インドの外交に関して、50周年ということで、インドの方に、行っていただかれたと。その当時まだ皇太子殿下だったなる人様に、ご提案させていただいたんですけども、平成の天皇陛下の、ちょっとね、名前が出てこないんですけど、とにかく、ご高齢ということもあって、なる人様の方がよろしいかと思いますという、そういうふうなご進言をしたんですけども、平成の天皇陛下へ行っていただきまして。で、そういうふうなことはあったんですけど、もともとエネルギーの残存量問題で第一次世界大戦、第二次世界大戦始まってるんですよ。要するに石油の奪い合いです。これはもうアメリカの政府上層部の人たち、国務長官の人たちとかもはっきりとそう言っています。だからその世界は尋常ではなかったというような表現で、お話しされているんですけども、だからそれを考えるとエネルギーの残存量問題があるから、例えば岸田さんも基本的にテレビモニターを利用した、テレビのその画面を利用した形での、会談をされてるんですよね。だから、できるだけガソリンが消費しないように、総理が行くともなれば、いろいろ人がたくさんついていって、警備云々とかいろいろ大変な部分がある。エネルギーの消費量が、テレビ電話で済ませていれば、良かったということに結論上なるんですよ。で、さらにこれ突き詰めたものを考えていくと、特にね、結婚問題っていうところも、あると思うんですけども、佳子さまの例でいくと、私の方で、先に昨年台風の結果に関して、もう驚異的な数字出してるんですよ。年間発生数、世界中で17個だけ。これね、この22とかでも本当は少ないんですよ。こういう数字、もともと逆算して、もうこのあたり、だから精神病院とかに入れられてた頃の時期ですよね。ここもそう。25個の時も。
で、ここは2010年の頃は私が訴訟をしていた頃、訴訟費用の救助申請が通って裁判が始まっていた頃、エネルギーの残存量問題の河川水門外壁式玉発電とかのことは、世界中の政府首脳部の人たちが1998年神戸市立ホテルフルーツラーパークで開かれた、なる人様たちの清掃された正式の公式会見で認めてくれてるんです。その1998年の台風の発生数、16個。この辺はまだ期待があった。期待があった。何にも進んでない。何にも進んでない。2004年、2005年、私が精神病院に入れられたりしてるんですけども、通院させられて、精子が生産されなくなる薬を飲まされてるんですけども、もう数字ではっきり出てる。これ、訴訟費用の救助申請が通った時。14個でしょう。これ戦後で見るとね、その14個の年が最少。先ほどの秀和株式会社とかの件ですね。だこれ見てね、まあこの頃は戦後間もない頃であって、まあこの台風の発生数、その30代の数の多さを見ると、ね、もう状況分かってきたと思うんですけども、私が生まれたのはまあ1977年なんですけども、まあ比較的少ないですよね。で、これね、皇室の方たちのご公務を調べさせてもらったんですけども、昨年12月、2回だけ台風発生してるんですけども、ちょっとね、今回、まあ、天皇陛下も海外に行くことなんてまずないっていうことは皆様ご存知かと思うんですけども、ちょっと待ってくださいね。これは台風の進路図だから、ちょっと待ってくださいね。自分のホームページ、河合圭介の履歴からアクセスしましょうか。さっき10月の台風についての表記がありましたけども、それね、確か日本列島の方に10月台風来てるんですけども、まあまあ私の方で対処して、まあ日本列島に被害はなかったんですけども、ただし、そのあたりのところで発生の仕方を見ると、こうもなんですよ。これ、ホームページ、淡いケースが2期の91番、皇室の方、違うところを押すと、なんか。邪魔されると。ちょっとね、これで今押しました。画面、ちょっと邪魔する勢力は存在するんでね。ここね、ご公務。で、天皇陛下はまず海外行かれることはないから、狭いから言われてるんですよ、海外からも。エネルギーの残存量問題のことで。で、フルーツラーバーグでも結論出てたんですよ。海外に、損かに、行かないっていうことで。で、12月のね、ペルーご訪問。この頃、台風発生してます。で、じゃあね、7月から9月見ますよ。まあ、佳子さまもそうですけども、文仁様たちも、海外行かれてないでしょう。国内のところを、まあ、ご訪問されてます。で、この年もう一回じゃあ台風の発生数に戻ってみましょう。台風の発生数自体は8月にそこそこ発生してるんですけど、日本に確か8月台風来なかったでしょう。来ましたっけ？どうでしたっけ？まあけど、昨年はとにかく日本列島被害なかったですよね。
だから僕が皇室の人たちのフォローを、してる状態になってることはまず間違いないんですけども、これね、今何が言いたいかって言ったら、まあ、世界のまとまりは今国連ですから、国連の他国の人たちも結局特に大統領とか、国家主席だとか、まあそういう首脳に当たる人たちとか、まあそういう人たちは、まあどう行動されてるのかちょっと私の方も全員が全員は把握できないんですけども、これね、エネルギーの残存量問題を固くみんなで誓い合ったのに、まあ首脳会談とかで海外へ行って、岸田さんとかテレビモニターとかでされてますよね。だから、この時、8月ね、世界中の首脳の人たち、まあちょっと国連で、まあみんな本音で話してもらって、データ照らし合わせてもらってほしいんですけども、まあ7月も8月もそうなんですけども、どこで台風発生していて、どこの国の方たちが首脳会談などを開いていたか、これちょっとご確認していただけますか？もうなんとなく仕組み分かってきたでしょう。まず、この辺のところに関しては、粟井圭介を精神病院に何回も入れてた年であって、もうこれ、もう何回も言いますけども、これね、ここは僕は訴訟していて、精神病院に入れられてなかった時のこと、まだ。もう完全に数字が一致してるんですよ。あと、精神病院の通院は、2004年、5年、甲陽病院に通院させられてるんですよ。で、特に精神を生産されなくなる薬で、自分で自分の顎をゴリゴリするのが止まらなくなる薬。これ、ピッチャーの人で、プロ野球選手でマウンドにいる人、大谷翔平もそうなんですけども、たまに顎が勝手に動いてる時あるんですよ。本人の意識で動いてるんじゃないなっていうのが、こう、顎がこう、無理やり動かされてるっていう。それ多分僕に一つにまとめられてると思うんですよ。いや、もう内出血してましたね。唾吐いたら。だから精神病院がどれだけ異常なところなのかもう分かったでしょ。もう精子が生産されなくなる薬を未だに平気で売っていて、それが常態化している時点で精神病院の医者に精神的にまともな人間一人もいないんですよ。わかります？そこから生まれてきている奇形児の人たちの統計。聞いたんですけども、知らないっていうことで言ってるんですけど、本当は数字、どこか調査機関があって、本当のこと知ってるところある可能性がありますね。それ飲まされたがゆえに、奇形児が生まれてきてるっていう可能性は非常に高くて、このあたりの、岡場学園かな？JA のもう少し、裏手の方のところの、もう少し岡場駅寄りの方へ歩いていったら、まあ、その障害児の人たちの施設があるんですけど、要するに今基本的に閉じ込められています。外に散歩とかなかなか出させていただけません。で、もう少し言うと、これね、もうちょっと一回外に行って撮影しますけども。辺りの山を越えたら、JR 道城駅あるんですけども、その山の中から道城駅まで歩いていける道があったんですけども、その途中にももう一つ施設があったんですよ。だからこの辺で言うと、その入院施設で言うと、宝塚三田病院っていうのが、三田市にある。で、甲陽病院もそう、岡場駅の近く、5社の方が近いかな。で、あと有馬高原病院。まあ、そこはまあ神戸市の範囲だったような気がするんです。まあ、三田市も近いですね。すぐ隣接してるような地域で、まあ、山の中。わかります？医療業界のえげつなさ。違法行為さ。それを自分たちで違法行為じゃないって言い張ってるんですよ。なぜか議員の中に、なぜかっていうと、議員の中に医療機関の人間とかがいて、もともと、もうこれはっきりしときましょう。していいことと悪いこと、誰が台風を発生させていた原因なのかって言ったら、連帯責任。
で、これをみんなで、大真面目に考えなきゃならない。だから、基本的に、世界の、首脳の人たちがその国の最高責任者であって、いわゆる権力者でもあるけども、責任者という形でのワンセットなんですよ。もちろんその人たちが直接薬を飲ませようとしてたわけじゃないんですけども、エネルギーの残存量問題もある、両方ともほったらかしになってる、その両面から物事を考えると、それで世界を飛び回るかの話にも見える人には見えますよね。ということはですよ。まあ、今のところで言うと、まあ、その精神を生産されなくなる薬とかを世界的にすぐにやめなければならない。これは台風発生の数に直結している可能性がある。それプラス、世界中の政府上層部の人たちはできるだけ、テレビモニターで、首脳会談とかを行っていただく。一応コロナウイルスの時はそれができて、それで済んでいたから、多分それで、問題なかったはずなんですよ。よっぽどのことがなかったら、それは、現場行って、現地とかを視察しなきゃならない時とかあると思うんですけど、ほとんどのところは、視察しに行ってるシーンとかありますよ。だけども、それ、いらないところばっかりなんですよ。あれ、国民の税金使って、宿泊費用とか出てるんですよ。かなりの金額、1万5000円ぐらい。もう、大体わかりやすく言うと、そうです。あと、1食あたり1000円かな。一食というか、その一日の食事代なのかな。まあそういうふうなものもあります。それ税金です。でしょ？それプラスオリンピックなんか見に行ったらどうなります？大量のみんなの税金使って、日本の東京オリンピックだったら9600億円以上の税金費やして、で、最前列のチケットなんか22万円とか、そこをただで見ていた？それお金払わなきゃなんない。わかります。はっきり言ってね、まだ気づいてない人もいるから、はっきりと言わせていただきたいんですけども、まあ、これ、世界中の政府上層部と今まで友好関係の話があった淡井圭介だから、ここまではっきり言えるっていうところで、ね、まあ、ちょっと皆さんご理解していただきたいんですけども、ここで台風消滅に本当に大真面目に取り組んだ方がいい。で、原因もはっきりしてるから。で、だからまあ、その、他の国の首脳の人たちも、その、世界中飛び回るのもやめた方がいいですね。佳子様もそう。佳子様の場合は、それプラス、淡井圭介を軸の、その結婚問題も一緒についてきてる。だから少子化問題と真逆の行動をしてる。家の横通り過ぎてごまかしてる場合じゃない。答えの結論、もうイエスかノーか、どちらかでいいから、それ言ったらいい。だから僕もだから結婚してからの生活とか想像したら分かるから、例えば相手が本当は結婚したくないのに結婚したとしても、そんな生活長続きするわけないんですよ。お互いストレス溜まるだけだから、そんな結婚はするべきじゃないっていうこと分かりますよね。であと今の日本の現状としてね、20年ぐらい前は7世帯に1件が離婚なんですよ実は。で今どうなってるかって言ったら、少し前のデータで6世帯に1件が離婚なんですよ。だからその一つの原因として、精神病院が一つの原因としてなってます。特に入院施設付きのところは、兵庫県だけ28の入院施設付きの精神病院があるんですよ。平均化して一つの精神病院の病床の数が200ぐらいあるんですけども、そこを入れ替わり立ち替わりでほとんどのベッドが埋まってるんですね、半分以上。っていうことは、もともと日本の人口、今の国境内で4000万人ぐらいの人、4000万人人がいるかどうか。だって高校の数が、まあ昼間通う高校の数が4800ぐらい。もう今あるかどうかわからない。定時制の数はだいたい500校ぐらいだったんですけども、それも今のところどうなのかわからない。この間、滋賀県を通って石川県の被災地の撮影等に行きましたけども、まあ、現地の人たちにインタビューしたりだとか、人にインタビューしたりっていう、うん、まあ、実際どれぐらい現地がどうなってるか、まあ、
穴水町までなんですけども、珠洲市とかは簡単には行けないようになってます。宇和島市も状況は相当ひどいですから、まあそれはもう政府は意図的に状況をそうしています。まあそれはちゃんとしたしっかりとした対応であって、ただ穴水町とかはやっぱり僕は撮影しに行った回はありましたね。倒壊してる家屋とか全然解体作業に入ってないんですよ。これがもう本当の話だって、もう発生してから5月に撮影しに行きましたから5ヶ月経過していてこれですよ。だからちょっと情報が珠洲市とか輪島市の被害が大きすぎたから、そこにスポットが当たりすぎて穴水町とかがほったらかしになってる、もうこういうことももともとあるんですよ。阪神淡路大震災の時もちゃんと言ってますよ。リポートされてるテレビ局のその上空からヘリ飛ばしながら阪神淡路大震災の上空からの状況をね、リポートしてるんですけども、もう何がどうなってるのか分かりませんっていうことを、まあ、正直言ってくれてるんですよ。そうだと思いますよ。もう一つ一つの情報、確実な情報が上がってこなかったら、どこの何丁目のどの家が倒壊してるっていうことはこれは分からない。だからやっぱり時間がかかる。だから死者の数とか行方不明者の人の数がもう最初はだんだん増えていく形になるんですよ。誰それさんが行方不明です、連絡がつきませんとか、もう亡くなってしまったっていう家族、ご家族さんからのもう家に取り残されていて、もう家がぺっしゃんこになっていてって、そういう悲痛な通報があって、そこでカウントされるんです。だからその解体作業とかを進めて、本当にそこの建物の中に人はいなかったかどうかを確認しなかったら、正確な数字は上がってこなくて、阪神淡路大震災の時も死者の数が確定したのは1年以上かかってるんですよ。東日本大震災も同じですよ。そりゃそうです。あれだけの被害になったら絶対そうです。もそれも行方不明者の方たちもいらっしゃいましたから、そこをどうカウントするのかっていうところも大きくその議論されていましたし、もう死亡という形で物事を見なきゃならないんじゃないかと。その行方不明者扱いをしていると、そのこれはね、数々の多くの人が証言残ってるんですけども、家族がまだどこかで、助けを求めているんじゃないかなっていう、そういう夢を見たりだとか、そういう気になったりだとか、なあ、ある一定のラインでもうこれはもう絶対もうこれはありえないっていうことがはっきりした時点で、その行方不明者の人たちも死者としてカウントしなければならないっていうことは、もうこれも最終的に国会でも結論出されてるんですけども、まあ、ちょっと話広がりすぎましたけども、この、いや、これね、まあ、多分本当にギリシャの方行った方だとは思うんですけども、まさかフェイクニュース使ってしまいました、皇室の人たちで。今、うんっていう女性の声が聞こえてきているんですけども。それ、後でバレるから、フェイクニュースは絶対使っちゃダメなんですね。それが一つの防災の形でもあるんですよ。で、日本列島8月に台風来ましたっけ？どうでしたっけ？ 7、8。まあ、10月の方は僕は河川、台風の中撮影しに行ったから、もう、はっきり言って、ね、こっちの方で、被害出さないようにしますよと。もうそういうふうな気持ちですね。兵庫県直通の、台風、なかなか珍しいですけども、ちょっと日本列島で、表現しましょうか。まあ、ここ兵庫県なんですけども、ちょっと待ってくださいね。この絵だって見にくいから、兵庫県がもっと、わかりやすい。これね、台風の進路図として、真横にこう通っていった時もあるんですよ。被害出しませんでしたよ。
で、もちろん気象庁の人たちとかも、天皇家の人たちも、国会議員の人たちも、台風消滅のこととか、知ってる人は深く知っています。まあ、忙しすぎて、たまにこの手の話忘れる人たちは忘れてしまうと思うんですけども、自分の仕事が手いっぱいで。で、まあもうこれ物事はっきりしましたんで、世界中の政府首脳部の人たち、まずもう滅多なことがない限り、テレビモニターで、首脳会談を行ってください。もう NE の雑談もない、雑談もない。だから未来からの時間軸を優先して、例えば阪神タイガースの選手でも、僕はリアルタイムの時間軸の淡井圭介試合を勝ちに行きますとか言っていて、去年ね、言葉の組み合いを行いながら、しかも撮影しながら、記録残しながらね、対応してたんですけども、その打ってる瞬間のところを見たときに、口の動きを見たときに、未来からの時間軸の淡井圭介の考えた内容とかを受け止めて打ってたりすることもあったんですよ。コントロールが効きそうでなかなか効かない。それは何かって言いますと、未来の時間軸からでしか防災は呼びかけれないんですよ。いつ何年何月にそちらのところで地震が発生してますっていうことは、まあそれは、能登半島の輪島市の朝市の、まあご老体の方たち何名かに言っていて、まあただそれを多くの人たちに伝えていただけたかどうかわからないんですけども、あれほどの火災がありましたから、まあけど、まあ、死者の数は今のところまだ300人には達していません。能登半島地震についてなんですけども、もちろん人口密度は違いますから、それは、阪神淡路大震災や、東日本大震災と比較するのは、それは人口比率を見て物事を考えなきゃならないんですけども、とにかく僕が、被災地の方たちの方へ、情報発信できたのは、輪島市直接は、あとは松井秀喜さんを通して、野球部関係者の人たち、珠洲市や、輪島市の人たち、まあ、その時も松井秀喜さんもね、正直に回答してくれてるんですけども、もう僕もどこまで伝えれるかは、それはわからないけど、まあ、できるだけは頑張って伝えれる限りは伝えるっていうこと、その野球教室を開いたりしましたから、その子供たちに伝えて、もうこれをとにかく自分の親とかに伝えてくれと。もうここまで来たら、テレビのニュースでそれ言った方がいいし、何回か言ってたことあるんですよ。だからそれはあんまりはっきりしない。もうその緊急警報みたいな形で、何年何月のどの地域の人たちはもう地震に備えましょうってこれ言ってあげた方がいい。今聞こえてきたのは、やっぱりあっち側やとかいう声が聞こえてきたんですけども、まあ、その老人の子が心当たりあります。長門工業高等学校で、まあ一応、多分教師ではないと思うんですけども、学校の教室に、まあ、作業に来て、何かものを教えに来た。だからまあ工業関係の会社の人なのかもしれませんけども、まあ長田工業高等学校で言ったら、大手メーカーで言ったら、まあ、あの辺りだったら、川崎重工さんとか、まあ、もしくは神戸製鉄所の人。まあ、ちょっと範囲が広すぎるんで、工業と言いましても。物を加工する方なのか、まあ、どちらも加工なんですけども、まあ、製鉄所と、例えば、金属部品を作ってるところでは仕事の内容が全く違いますから、うん、まあまあそういう人の声だったんですけども、まあまあその声はもう放っておいて、まあとにもかくにもこれが防災のだんだんはっきりしてきた方法ですね。まあ、コンピューターもその入選順位とかを定めていて、まあ結局は多分だから未来の人たちのもう石油はこれだけない、石炭もあんまりない、あんまり使用用途がない、でウラン鉱もガスもっていう、例えば 2,30 年先の話の未来の時間軸の人たちの、物
ボートの見立てとか、だからこれを考えたら今最大に予防できる方法があるとすれば、スーパーコンピューターをこれ以上大きくしないこと。むしろ新しいものを作るのであれば、小さなもの、要するに能力の低いもの。そうすることによって、未来のスーパーコンピューターの方が強いっていう形から抜け出せる。ただし、それを行ってしまった場合、未来からの時間軸の地震の防災の呼びかけができるかどうかはわからない。ただし、小さくしてみる。してみて、それでも未来からの時間軸からの声が伝わってるかどうかは、これは確認した方がいい。もしそれでも伝わるんだったら防災ができるということであって、現代で起きてる、我々が今生きてる時間軸、まあ人それぞれによって、この動画を見てる人によって、その時間軸はそれぞれ違うんですけども、その時間軸の、その時、その年と言い換えてもいいかもしれません。その月と言い換えてもいいかもしれません。その月のその年、その時の、災害や、実際発生する災害に対しての、防災。これがしっかりとできるということになってきます。これで国連の皆さんどうです？これでもまだ未来からの時間軸の声かけ、フルオープンに字幕をつけて日本国内でする勇気持てません。ブレイブハート、勇気、いくらなんでもそれぐらいありますよね。人道的に、人権、いい、もう世界中によって、どこの国によって、法律名が何法だとか、それはもう名称が違うかったりするから、横文字表記での世界中でいちいちそんなこと言ってられない。人権。これで十分。あと人の命を守ること。一瞬これ今言った瞬間何かが離れた。離れましたね。その離れたものとかがどういうものなのかなっていうことをちょっと今こちらの方で、騙されないのであれば、今日遊んでないっていうことを理由で騙されないのであれば、まあ裁判官、しかも僕の件で、訴訟費用の救済申請を通して法廷を開かれた裁判官の方で、その人はかなり良識をお持ちの方でした。信じるに値する人間です。ちょっとまあ動画これ以上長くなると、まあ見る方も少なくなってしまいますので、これが現在考えうる最終の防衛手段、防災の以上です。岸田さん、できますよね。